です、今回ですね。ドラゴンゲートの、後楽園ですよね。7.5 後楽園の解散マッチありましたね。アンチャス対オーバージェネレーションで、オーバージェネレーションが負けたと。で、解散になってしまったということでね。オーバージェネレーションの、まとめじゃないですけど、軽く、めちゃめちゃ軽くですけどね。ちょっと、触れていくというか、ね、やっていこうかなと思いますね。はい。まず、めちゃくちゃ大雑把にやってますんで、どんな感じになったかというと、まず2015年11月にですね、新ユニットですね、このオーバージェネレーションを結成と。11月にオーバージェネレーションという名前を発表しましたけど、大阪大会で発表したんですけど、その前に、10月の後楽園やったかな、その辺でね、いろいろありまして、ユニットを結成することになって、で、その時のメンバーが、シーマ、ガンマ、エータ、パンチ、富永、山村、石田、リンダマンという7人ですね。で、オーバージェネーションというユニットを結成しようってことになりまして、で、この名前の、都市の由来がね、ありまして、そういう名前が、皆さん当然知ってる、もちろん知ってると思うんですけど、若い世代と、ベテランの世代で世代を超えてやっていこうということで、オーバージェネレーションとなりましたね。はい。この由来、名前の由来がね、今後大きく、このユニットを苦しめるというか、首を絞めた結果になっちゃったのかな、なんて思うんですけど。はい。で、その後に11月に発表しまして、で、12月には、福岡のビッグマッチで、ベルトを3つに挑戦すると。でも結果は全敗で終わっちゃうんですけどね。はい。で、他にも2016年4月に、キッドがなんと加入。ドラゴンキッドが、エーターがね、俺をなんとか、ね、師匠としてやってくれって言ったんで、それで加入しましたね。はい。で、7月には、マリアが持ってたブレイブゲートに挑戦し、エーターが奪取に成功したということですね。で、9月には、リンダが、離脱となってしまいましたけども、でも全然ねっていう、まだまだ、しゃあないかなっていう。9月に離脱って書いてあるんですけど、その前に、ほぼほぼ離脱状態やったっていうのもいろいろありまして、で、実質一応9月まで所属してたんかなみたいな、もうほぼ在籍してないようなもんだったんですけどね。9月頃に、結果としては、オーバージェネレーションを抜けて、トライバンガードに断られて、居場所がなくなったんで、俺はベルセルクに行くっていう感じになって、で、ベルセルクに加入しましたね。リンダマンがね。はい。リンダのヒール、最初はね、当初、確かにマイクはすごい達者ですから、ね、いけるんです、いけるやろうっていうね、感じにはなってたんですけども、ここまで爆発するっていうかね、ゴントンとくるとはっていうぐらいのね、凄さを誇ってましたね、リンダはね。はい。で、11月に、CK1 が、当時持ってたのは、ジミー、カケトラですね。持ってた、ツインをダッシュと、CK1 でダッシュ、シーマキッドでダッシュしましたね。で、2017年、2月ですね、パンチ富永が離脱と、いうことですね。これに関しては非常に、どうでもいいと言っちゃ悪いけど、ベルセルクに、裏切ったんですけどね、ガンマを決勝に追い込んで、っていう形になったんですけど、正味、こいつに関してっていうかね、この時のパンチの皆がなんかものすごい迷走じゃないですけどね、迷いに迷いまくってて、で、ヒールになって、へえ、みたいな感じのノリですからね、もはやお客さんですら。残念、むしろ残念がってたっていうレベルにまで落ち込んでましたね、パンチはね。はい。なんで今はでもね、それとは全く違ってね、今絶好調ですから、もうね、今年入ってからずっと調子よくキープしてるんじゃないですかね、パンチ富永。このまま一気に行っていただきたいけどね。やっぱりね、そういうところありますけどもね。はい。で、3月には、エーターが、ブレイブを失うと。このリンダ離脱、リンダとブレイブ戦をやって、ノーコンテストになってベルトが、手放なしちゃったと。トーナメント決定戦に進出してしまうということですよね。これ2017年の3月なんですけど、つい最近もそのようなパターンがありましたね。パンチとめちゃ簡単なんですけど、それは。つい最近やったことが、1年前にも行われていたよ、ということですね。で、この時は、影虎がベルト取りましたね。ブレイブのベルトをね。はい。で、3月に、同じ3月ですね。問題、龍が加入と。
まあ、これも、結局のところなんですかね。怪我してたからっていう理由なんですね。欠場するためにっていう感じですね。問題流が入って世代を超える。まあまあ確かにまだね、世代を超えてるっちゃ超えてますんで、一応は。まあいいんじゃないかなっていうのはありますね。はい。まあでもその他に、確か5月頃ずっとツイン、じゃあ7月か。ツイン土井善晴から防衛したりね、CK1。この間もずっとベルト持ち続けてましたね。で、11月に、10月か。10月に山村欠場という。これはすっごい、ね、今こそはもう復帰間近って言われてるレベルじゃないですか。今村ね。なんですけど、この当時はもう復帰無理やっていう風に言われてたレベルですよね。確かに実際医者にもそういう風に言われてたのかな。うん、ね、でもものすごいいいね、お医者さんにね、恵まれて、ね、復帰も、ね、まあ、まだもうちょっとかかるかもしれないんですけど、もう復帰はできるらしいですからね。うん。っていうレベルにまで来てるっていうのはすごいですよね。もう、本当にダメやって言われてたのに、これはすごいなって思ったんですけど、まあ、ドラゴンゲートの復帰はどうなんやっていう感じですけどね。うん、プロレスの復帰はできるであろうというとね。まだ復帰戦の方はまだ決まってないんで、もしかしたら、ドラゴンゲートで復帰戦してくれた方がね、やっぱドラゴンゲートファンとしては嬉しい限りなんですけどね。まあ、それはどうなんかなっていうのはありますけど。で、翌月の11月の後楽園で、エータがまさかの裏切り。ね、最初はね、別に、キッドに対してちょっとね、ネタ感が出てたというか、もうちょっとしっかりしてくださいよっていう軽い感じで言ってた。ね、まあ、清水よりかはひどくないけど、まあ、それよりか、どうなんやっていうぐらいのちょっとした感じやったんですけど、まさかのその次の後楽園であっさり裏切っちゃうっていう、ことが起きまして、まあ、エータとキッドの構想がここから始まってますね。はい。で、12月にはツインを失う。この失うのも、エータかな、に、足の方を、怪我させられまして、で、キッド欠場じゃないかな、違ったかな、これ間違ってたらすいません。で、まあ、きっと欠場になってしまったので、まあ、次の防衛戦までに復帰は間に合わないということだったので、泣く泣く1年間も保持してたベルトを失うことになっちゃいましたね。まあ、あの調子でいけば確実に最多防衛記録取れましたよね。エータだって、CK1 をね。なので余計にもったいないなっていうのありますけどね。はい。で、まあ、一気に飛びます。こっからいろんなことがありましたね。まあ、オーバージェネレーション。まあ、シーマが、突然と、試合にあまり参戦しなくなると。ちょいちょい参加してるんですけど、あれなんでやろうみたいな。あ、多分海外の方に行っとるんやな、っていうね。まあ、シーマ自体、それは別に珍しいことじゃなかったんで、軽く捉えてましたけどね、僕自身はね。うん、正直な話。だったんですが、突然5月。驚きの、まあ、ここ C も山村、オーバージェネレーションから、まあ、まだ名前は残ってたんだと思います。多分、解散するまで。名前は残ってましたけど、まあ、事実上離脱でしょうということで、5月に離脱と書かせていただきました。で、まあ、ここに C も山村って言うんですけど、他にも、まあ、皆さん、まだね、記憶にあると思いますけどもね、当然のように、T フォーク、リンダ、この4人が、まあ、事実上のドラゴンゲート離脱になったんかなっていうね。うん、戻ってくるのかなっていうのもあるんですけどね、でももう、あれ、もうじきか、もう終わったんやったかな。確か、後楽園の方でね、やるんですよね。もう一回、レッスル1の方でね。日本に戻らん、日本を戦場にしやんからっていう、あれで、理由で、なんかね、ドラゴンゲートファンはまあまあ、確かに、発展のためにっていう感じで、なんか、許してたところがあったと思うんですよね。どっかに。まだ寂しいのは当然なんですけどね。まあ、海外を主戦場にするんやっていう感じだったんですけど、あっさり日本帰ってきましたからね。一番俺が疑問に残ったのは、まあ、今から言うんですけど、2018年7月に解散したということで、最後に解散した時に、これコメントくださった方もいたんですけど、ガンマがね、いろいろマイク持ったんですよね。解散決定した後に。最後のマイクということで、オーバージェネレーションとしてのね、最後のマイクで持ったんですけど、なんかね、せめてシーマと山村に触れてほしかったかなーっていうのはあったんですよね。で、まあ、解散になってしまいましたね。はい。まあ、なんで約、2年半か。約、だいたい2年半ぐらいのユニットとなりましたね。
まあ、結果論で言うと、あれですね、なんか、世代を、ね、超えたユニットと、世代間を超えてやっていくぞっていうユニットだったのに、いつの間にかなんか欠場者をね、を待機させるユニットみたいなね、感じになりましたけども。だって最後に残ったように、全員オーバージェネレーションにいるうちにか、長期欠場してますもんね。まあ問題児に関しては、長期欠場で入ったっていう、まだちょっと別な感じはあるんですけど、まあでも、ね、他にも、誰が欠場、山村もまあそうですし、まあ、エータとかリンダとか、それパンチとかそれぐらいですか？長期、オーバージェネレーションで長期欠場してなかったのは。っていうぐらい欠場者が多かったですね。はい。で、メンバーの方、先ほどちょっと名前がいろいろ出たメンバーの方ですね。まあ、シーマ。2015年11月から2018年5月とさせていただきました。まあ、離脱をそうしないんかどうかまあ、わからないんですけど、公式は多分離脱扱いにはなってないんですけど、まあ一応ほぼ離脱ということで、離脱にさせていただきました。まあ初期面でまあリーダーでしたね、シーマはね。はい。で、他にもガンマ。2015年11月から2018年7月まで、最初から最後までいましたね、ガンマ。で、データは、2015年11月から2017年11月と、まあ2年間ですね、いたんですが、裏切ったという形になりましたね。で、富永は、2015年11月から2017年2月、まあ1年ちょっとですね、いましたよっていう感じですね。で、リンダは2015年11月から2016年9月と、まあ約1年いたという感じですね。で、山村は2015年11月から2018年5月、まあ、シーマと一緒の理由という形ですね。で、石田は2015年11月から2018年7月と、これも、石田も、まあ、初期面で最後まで残った一人ということですね。で、キッドは2016年4月から2018年7月ということなので、まあ、2年ちょっとですね。きっと湧いたという形ですか。で、問題流が2017年3月から2018年7月なので、まあ1年ちょっとですね。在籍していたという感じですね。はい。なんで、でも結果として、エータ、富永、リンダがヒールターンして、3人が。で、シーマ、山村が離脱したと。いうことなんで、まあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9人いて、一時は8人とかいたんですかね、確かね。8人ぐらいいて、ものすごいユニット、ね、その当時のドラゴンゲートのユニットの中で多分一番多かったんじゃないか。メンバーがね。っていうレベルまで来てたユニットが、まさかのね、4人になるというね、寂しい現状になったと。あ、まあ、去年のね、2017年の去年の、まあ、3月、4月、4月あたりはね、一時期4人に欠場者がバンバン増えて4人ぐらいになったんですけどね、ものすごい奮闘してて、ああ、やっぱいいな、オーバージェネーションっていうかね、っていうのはあったんですけど、まさか1年でこんなにも変わっていくとかと、誰も想像できてなかったんじゃないかなっていうね、感じですね。はい。で、続いて、まあ、評価というか、勝手にね、僕の個人的に思う評価ということですね。皆さんが思う評価はもちろんあると思うんでね。はい。ユニット結成時の流れというか、まあそんな感じですね。は、まあ3.2点と。でもちょっと斬新じゃないけど、あの当時のドラゴンゲートならではっていうかね、ちょっと世代が離れた人たちのユニット結成っていうのはなかなか、ああ、これは珍しいというかね、初めての試みだったんだなって思いますね。はい。なので3.2と。で、ベルトへの絡みは3.8と。まあ、5点満点ですよ。これ5点満点中ね、3.8なんですけど、まあそんなにベルトには絡んでないっていうか、結局、なんか、ベテラン世代が若手を引き上げるっていうふうに言ってたんで、まあベテラン世代が引き立て役に回るのかなって思ってたんですよ。で、若手をどんどんぐんぐん上げていくっていうパターンでいくんかなと思ったら、まあ、結果論で言うと、まあ、エータぐらいですよね、ベルト取ったのはっていうね。トライアングル1回ぐらいね、エータ、山村、まあ、シーマなりとか、その辺で、取るんかな、みたいな、ね、結成当時はね、思ってたんですけど、まあ、それを言うこともなく、まあ、ほとんどベテランですね。結局のところ。はい。
まあでも 3.8 っていう感じで、メンバーの変動 2.9、 まあこれはまあ、まあ、シーマ・エバブラの件もありで、まあ富永という感じね、いうちょっとね、うんみたいな感じの流れもあったので、こんな感じです。 2.9 点と。ユニットのコンセプトとしては 1.8 っていうのはなんでかっていうと、まあ先ほど結構いろいろ言ってた通りの感じですね。うん、最初言ってたことと、ね、あくまで結果論というか、では、振り返ってみたら、まあ、欠場者の溜まり場になってんじゃねみたいな感じになったんじゃないかなっていう、まあ僕が思う勝手な感想ですけどね、それは。っていうので、1.8 という感じですね。で、まあ、これ全部足して総合して、点数が 2.9 点となりましたね。これに関しては、まあまあ別にいいんじゃないですかっていうか、うん、特に勝手にやってるだけっていうのはあったんですけど、はい、2.9 点という感じですね。で、そういえば今話してるのでパッと思い出したんですけど、本当に1年ぐらいかな、1年も使ってたんかな、謎にマントを使ってる時期がありましたよね。うん、もう完全にほとんどの人忘れてるんじゃないかっていうぐらいの存在なんですけどね。一時期そういう時期もありましたね。マントをつけて入場するっていうね。あれはリンダか誰かの発祥ですかね。うん。まあそのリンダすらまあヒールターンして使わなくなったんですけど。はいね。うん。こんな感じですね。はい。どうで今回ご覧になります。